こんにちは。はい、こんにちは。はい、じゃあ今から兼六園にお花見に行きたいと思います。はい、今3月の31日です。兼六園は満開ということなのでお花見を楽しみたいと思います。楽しみです。レッツゴー。レッツゴー。はい、じゃあ今兼六園に着きました。着きました。ここは兼六園と正面に金沢城があります。あれ金沢城ちょっと見せたい。どう？できない予約とか。すみません。はい。はい。金沢城。はい、戻ってきまして、はい。戻ってきました。じゃあ今から金沢城の中に行きますか。しましょう。はい、レッツゴー。あれ、人がいっぱい。金沢城行こうしよう。気温が変わったしょうがない。Even it really looks mysterious at night, we can recommend you.すごいね、これ。すごいですね。桜トンネル。桜トンネル。ドイツではどう？こんだけ桜ある？ない。私が見たことがない。他のところ多分ある、わからないけど、自分でまだ見たことがないかな。美しい公園とか桜とか。日本の桜を見てどう思った？美しい。美しいよね。めっちゃなんかこの美しさが言葉で。説明できませんか。できません。それだけ美しいってことですね。そうね。はい、じゃあ今兼六園の中に入ってきました。はい、今からなんだっけ、団子を食べたいと思います。はい、花より団子ですよ。花より団子。おー、すごい。どこに行く？今から団子を食べます。団子を食べましょう。うん、ここに行こう。ここは団子じゃなくて弁当屋さん。あ、弁当屋さん。あ、弁当はちょっと too heavy。
では涼しいね。火曜ではちょっと暑い。春なのに。僕が注文したのはどら焼きとボーチャラテ。はい、じゃあ兼六園を一通り回ったので今から戻りたいと思います。はい、戻りましょう。どうだった？すごい綺麗だったね。綺麗でした。とても暑くて、でももう涼しくても美味しい交差点で、あ、交差点喫茶店で、はい、団子とか食べたり飲んだり楽しかったです。美味しかったね。美味しかったです。じゃあまた来年も来よう。行きましょう。